さあ、ということでね、無事に戻ってきました。時刻は9時半か。まあ、予定通りに戻ってきましたよ、ということで。やっぱ、座れて、で、隣がね、いなかったのはラッキーでしたね。ちなみに、ナイトモードっていうので撮影をしてみましたけど、なんかこんなモードがついたみたいでね。どうかな。めっちゃカクカクな気がするんだけど。あんまりあれかな？どうかな？あんましあれかな？ナイトモード。今もうま、ほぼ真っ暗にしてあるんですけど、もう一応顔は認識できる感じにはなってんのかな？画像はもうカックンカックンですけどね。あんまりあれだね。なんか残像みたいになってるもんね。ああ。これでライブ配信とかでやったら大変なことになったね。っていう感じですね。ということでね、まあ無事に帰ってきました。まあいろいろとね、買ってきたのがあるんで、まあ帰ってからね、そういうあたりをね、つまみながらですね、いろいろと、まあそれのレビューを入れるのか、もう完全にね、ショーツでは確実に上げる形になると思います。レビュー入れるのか、どういう感じになるかちょっとわかりませんけどね。まあとりあえず、ここまでは戻ってきましたんでね。で、ふとね、思ったんですけど、そういえば、あれですね、そのコスパ最強ってやってましたけど、一応、6月28日までは、近鉄が2日間で3000円で乗り放題っていう、プランを出してるみたいなんですよね。ただ、それだと、特急はね、別料金になるんでね、結局やっぱこっちの方が安いのかなっていうところで、あとはやっぱ駐車料金がね、近鉄横浜駅前だと、2000円ぐらいは飛んできます。1000円以上はね、2000円近く飛んできます。それがこっちは200円で済むんで、そうすると1500円ぐらいはね、浮いてきますから、そこだけでも1500円で、一泊になったらね、向こうが3000円でこっちが400円ってことかになると、それだけでまた、2000、3000円変わってきますんでね。結構その差は大きいのかなってことですね。ほら、一泊、してくっていうのもありかもしれませんね。そうするとまたコスパもまた良くなってくるのかな。一応、京都9時とか11時に出発するやつもあるんで、別に京都で一泊してちょっとゆっくりしてからね、朝の京都ちょっと散策とかして、帰るんだってこともできないことはないですね。一応カプセルホテルとかそのあたりで、7000円ぐらいのところはあるみたいなんで、あのあたりでも。あるんですね。一応探せばあるみたいなんで。まあまあまあ、やれんことはないのかなっていう感じですね。まあ何かしらいろんな形で、まあもしくはね、その2日3000円のやつ、使えるタイミングがあるかな。6月中なんでね。ちょっと使えるタイミングがあるかどうかはわかりませんけど、そのあたりとかもいろいろとちょっとね、やってきながらね、いけたらなと思っております。それにしてもカクカクだね。これ、編集するとき大変じゃねえ、これ。大丈夫？元に戻すか。カクカク解消モードにするとこんな感じ。ね、全く見えないでしょ。結構やっぱ光集めるの集めてますね。あ、確かに真っ暗だ。おい。いるんですよ、ここにいますよっていうことでね。まあそんな感じでね、やってますから。で、バスか、なぜかそこに止まった。とりあえず、いいのかな？出ていいのかな？よし。まあとりあえず家に帰って、一旦撮影自体ね、これ終わりました。まあどちらにしろまあ楽しくね、行きましたし、まあ確かに、一泊モードで行くっていうのにすると、よりコスパ的には大阪行くのでも、もっとありになってくるのかなという感じもしますね。うん。まあ当然京都でやるんだったら、もう、逼迫だろうがなんだろうが、これ、一番最強。一応ね、またちょっとこのあたりは、その企画をやるときちゃんと言うと思いますけど、裏技的に行くと亀山まで、朝の5時に頑張って亀山まで、たどり着けば、亀山から京都までワンチャン？うん。もうちょっと早く行ける方法はあるみたいなんですけど、
亀山までは出とかないと、要は、柘植の方に行く始発に乗って、そこから草津線に乗るっていう裏技。それやと、2000円ぐらいで、片道に2200円とかで、行けして、まあ、亀山だったらそこまでね、コインパーキングも高くないんで、まあ、ありっちゃありかなっていうところなんですけど、まあまあ大変ですからね。そのあたりとかも、まあ、いろいろ、うん。まあね。多少過酷な感じの方とか受けるだろうしね。ということでね、まあ何かしらちょっとまたいろんな裏ルート、良さそうなルート見つけたらどんどんといろいろとやっていきたい。まああとはね、今回でね、そのターミナル駅も全部が回れてるわけではないので、またね、大阪の方は行きたいなと思っておりますので、またね、ちょっといろんな感じでエクストリーム大阪旅行やっていきたいなと思いますのでね、またそのあたりとかもね、いろいろと、まあ、四日市の人ならね、きっと役に立つ、ね、逆に言うとこれ四日市に来る、ね、もしかしたらいるかもしれません。四日市に来たいというね、人にもいろいろと役に立つ、方法ね、あるかもしれませんからね、またいろいろとやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ古代まんまですけど、ということで、まあ今回はこれぐらいで一回締めて、まあもしかしたらこの後プラスアルファでちょっと食べてる動画とか、付け足しぐらいの感じであるかもしれませんので、あったら出しておきますということで、もしかしたらもうそのままもぐもぐ食べて、何も無根か言わずにもぐもぐ美味しくいただいて、終わってるかもしれませんけど、まあ、そのあたりはお寄せいただければと思います。もう何してももうね、ヘトヘトなんでね。まあ車、まあバスの中でちょっと寝ましたけど、とりあえず帰っていきたいと思います。ということで、この動画これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。